グロービス学び放題。経理部に異動になったばかりの鈴木さん、業務を理解する第一歩として自社の財務諸表を見るようにと高橋先輩に言われていますが、見慣れない用語に戸惑っているようです。自社の財務諸表を改めて見ていますが、馴染みのない言葉が多くてパニックです。特に繰り延べ税金資産や法人税等調整額とか、何のことを言っているかさっぱりわかりません。ははそうだよね。それらは税効果会計に関係する項目なんだけど、なかなか馴染みのない用語でわからないよね。税金に関することだろうというのはイメージできるんですが、こんな難しい名前の項目必要なんですか？これらは企業会計と税務会計のズレを調整するために必要なんですよ。これがないとなぜダメなんですか？これがないと適切に税金を計算できないからなんです。税効果会計の概念を学べば理解できるから安心して。今から説明しますね。はい、ありがとうございます。税効果会計は現在や将来の業績に大きな影響を及ぼす可能性もあることから、今後の経営戦略を立てる上でも重要です。皆さんも鈴木さんと一緒に税効果会計について学んでいきましょう。税効果会計とは、企業会計と税務会計の際、ズレを調整し、適切に期間配分する手続きのことです。手続きは財務諸表上で行います。手続きを行う具体的な財務諸表上の調整項目はいくつか挙げられますが、代表的なのは繰延税金資産、繰延税金負債、法人税等調整額などです。税効果会計を行わないと適切な税金の計算ができなくなります。税効果会計は原則的にすべての上場企業が適用となります。非上場企業の場合でも、金融商品取引法の適用を受けている会社や会計監査人を設置している会社であれば、税効果会計が義務付けられます。